はい、ひとつき満札の清水です。今日はですね、イギリスがオリンピックをボイコットするという、発言をですね、まあ、外務大臣が、発言をしまして、まあ、結構なこのニュースになっています。で、ただし、このニュースに関しては、オリンピックなんですけども、冬季オリンピックなので、あくまで北京オリンピックの話なんですよね。でも、まあ、オリンピックボイコットをすると、これはウイグルの人権問題とかの話なんですけども、じゃあ、オリンピックウイグルの人権問題で冬季五輪はボイコットするけども、コロナ対策ですごく大変な思いをしている、日本のオリンピック、これに関しては何もボイコットする予定はありませんというわけではありません。可能性は当然あります。で、じゃあ、日本のね、組織委員会の人とかなんかは、オリンピックはですね、一部の人が不参加であってもですね、別にやりゃいいじゃないかっていうふうに言ってるんですけども、まあ、それは、まあ、そもそものオリンピックの目的、趣旨と違うんじゃないかっていうような話をですね、ちょっとしていきたいなというふうに思っています。まあ、それをですね、ずっとコロナの前からオリンピックの問題点について語っている本間隆さんと話をしていきたいなというふうに思います。まあ、ついに、まあ前からね、この番組でもちょっときな臭いよというふうに言っていた、中国のオリンピック、冬季オリンピックなんですけども、結構な、この、インパクトがあるんですよね。イギリスがオリンピックボイコットっていう話で言うと、去年ですね、イギリスの捕鯨団体がですね、捕鯨活動してる日本の東京オリンピックなんか、ボイコットしろっていうふうなことが実はちょっとあったんですけども、まあ、捕鯨団体が言うのと外務大臣が言うのではもう、重みが1億倍ぐらい違うんで、まあ、これ結構な国際的な、インパクトがあるのではないかという点をですね、本間さんと語っていきたいと思います。この番組はですね、まあ、本間さんのですね、本のね、楽しさとかを伝えたり、ニュースを切っていったりですね、する番組ですので、よろしければ、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。本間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いや、外務大臣が言ってそこそこ、これかなりインパクトありますよね。まあやっぱりね。もちろんその、東京五輪ボイコットせよっていうのはイギリスだけじゃなくて世界各国の、まあそういう捕鯨団体とか、あと反原発団体ね。ああ、そうですね。やっぱりその、まだまだ、東京は放射す、放射能度が高いとかっていう、ね、そういうことで、ボイコットしろっていう人は、まあ、いくらでもいるんだけれども、でもやっぱりそれが、その、政権内部の、ね、しかも大臣クラスの人間が言うっていうのは、やっぱちょっとシャレにならない感じが、するよね。だから外務大臣っていうことになると、まあ、ちょっと僕、このイギリスの外務大臣がどういうバックボーンを持ってる人なのかは結構知らないんだけども、まあそれでも外務大臣がそういう発言をするということは、まあ当然政権内部でもそういうことが、なんていうの、話題に上ってる。まあまだ別にそのイギリスが国家として決めたわけじゃないけれども、まあそういう話は、出てるっていうことだよね、結構ね。まあそういうことですよね。で、大事なのは、やっぱりイギリスってすごく、まあ、旧いわゆるその宗主国、アフリカのね、まあ、旧植民地を持っていて、いまだにその宗主国としての役割みたいな、まあ、精神的な役割だけどね、そういうのがあって、そのイギリスが、まあ、そういうボイコットとかを唱えると、いわゆるその自分が、イギリスの旧植民地国家にもそういうその、影響を与えるわけですよ。はい。そうすると何カ国もそういうことが当然議題に上ってくる。で、それはもう、中国側としてはもうとにかく勘弁してほしいと思って。まあそうでしょうね。まあ、で、当然、イギリスがそういうことを口に出すということは、まあ、アメリカではね、もうね、日常茶飯事にもうすでに言われている、言われてるけれども、いろんな団体とか個人が、やっぱりちょっと影響が、いわゆる英語圏の中での影響は無視できない。まあ、これトランプが叫んでるのとまたちょっと違う意味合いがね、
トランプだともうなんか狼少年がずーっと朝からバンバン、そうですね、朝からバンバンでギャーギャー言ってる感じで。しかもコロナになってもコロナは恐れる必要ないとか言ってますからね。いいよね。やっぱすごいよね。まあ、ここで弱気に転じたら終わりだと。まあまあ、そうですね。うん。それはわかる。ね。絶対大丈夫っていう。うん、あれもとにかくでもな、だって結局、確かアメリカも、コロナに感染した人間は、2週間ぐらい、10日だったか、10日になってたかな、10日から2週間ぐらいは隔離。そうですね。ね、しなきゃならないって言ってんのに、大統領自らがそれをぶち破って、そうです。だってさ、陽性って判断されたものは隔離必要って。いう話になってんの、うんうんうん。大統領がそれ全く守んなかったら、誰も守んなくていいってことじゃんっていうね。うん、まあ多分、共和党の支持者たちは、おーって感じだと思いますよ。ね、そうだそうだーみたいな。うん、いや、まあいいけどさ。それでさ、死者20万人になってるんだからさ、っていうね。いやー、すごい。見えないでしょって。うん、日本、20万人死者出たらさ、うん、完全に、もう国がもうしっちゃかめっちゃかになるよね。はい、20万人ってすごいです、うん。まあだから日本にすると 2.5 分の1ぐらいだから、まあ6万人ぐらいですかね、うん。だってね、今1500人ぐらい。8万人だ。8万人。うん、8万人です。ごめんなさい、2.5 分の1。8万人でもなってもやっぱすごい。すごいよね、きっとね。すごい数ですよ。うん。だって、ちっちゃい町が一つ消滅するのと一緒だからね。うん、そう、まあ、それでちょっと、その話はまあ、とりあえず置いとして、だからやっぱりこれ、まあ、イギリスがそういうことを、まあ、いわゆる内閣の人間がね、うん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 、そういう話をしたと。いうことになると、そういう関連国の間でも、やっぱりどうしようかっていう話に、うん、まあなってくるし、うん、で、そこに当然コロナも加わってくるわけですよ。うん、そうですね、うんうん。で、コロナも加わっての、そういう政治的な案件。うんうん、で今回、やっぱりアメリカが、まあ国内的な問題もあるけれども、うん、いわゆる人権擁護に対して、アメリカの国民のその意識っていうのはかなり高まってるじゃないですか。はい、で、当然ながら、国内でのそういう高まりが、うん、その五輪に対しても、うん、当然、その矛先が向かう可能性は非常に高いよね。うん。うんで、いわゆる、弾圧されている側。はい。中国に、うん。弾圧されている側は、当然、この時がビッグチャンスっていうことで、ね、うん、もうガンガン PR するだろうしね。うん、でしょうね。うん。やっぱちょっと北京五輪、怪しい雰囲気だよなっていう。もうすでにそういう匂いがプンプンだっていうね。うん、感じだよね。でこれが別に日本に関係ないってわけではないと思いますからね。で、そう、日本にとっても、うん、当然、その選手団派遣するかっていう問題にもなるよね、うん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 、だからもしアメリカ、イギリスが共同歩調を取って選手団を送らねえと、うん、いうことになると、どうするか、うん。まあ、選手団を送らないっていうこと、うん、まあ、あれかな、自由参加は認めるとかね。うん、中国、アメリカもイギリスもね、うんうん。国家としては送らないけれども、選手が、あれは登録するのは妨げないのかなとか、うんうん。そういう可能性はゼロではない、うんで。そうすると日本もそれに民営ならえするかもしれない。うんうんうん、まあなぁ。まあ結局、それで、はい、うん、オリンピックのその目的、目標っていうか、うん、まあそれはその世界の国々の人々の友好に役立てるため、話なんだけど、うん、ただまあナチスがやったベルリンオリンピックみたいにね、うん、結局その期間だけ、オリンピックやってる期間だけはユダヤ人の弾圧をやめて、うん、
何もやってませんよーんって。大丈夫ですよーん。大丈夫よーん。優しいよーって、うん。うん。オリンピック終わった直後から、うん、またユダヤ人の虐待を始める。虐待っていうか、その当時はまだ、強制収容所ではないけど、ね、うんうんうん、ただやっぱりユダヤ人のその権利をガンガン剥奪してるわけで、うんうん、でそれをやりつつ北京オリンピックでみんなで楽しく遊びまじゃなくてお祭りしましょう、まあ、みんなで楽しくお祭りしましょうっていうのはちょっといくらなんでも通らないような気がするよね、うんうん、でそういう主義主張の話とコロナの話が乗っかってくるからね、うんうん、で日本もその対処を迫られるだろうし、うん、だそうするとでもまあ IOC としてはそんなまあみんなそう言わないでさっつって、うん、集まって楽しくやろうよって当然言うんだろうけど、うん、まあ言うでしょうね、うんうん、まあ、あの人たちだって開催されないとお金が入ってこないからだからもう東京五輪とその北京五輪の間があまり空いてないから、うん、割と結構厳しい感じ、うん、まあだからもうね一言で言っちゃえばまあ今回のこのコロナのあれで分かったと思う、分かってきたけどまあオリンピックもうオワコンだから、うん、うん、やめちゃえばいいのよはっきり、うん、まああとはギリシャでずっとやってもらうとかね、うんうんうん、うん、そういうあれでいいんじゃないのかなと思うよね、うん、まあ世界各国は別にオリンピックなんてそんな神聖化してないし、うん、日本だけがこんだけね、そうですね、ピッとしてるからね、うん、まあ、日本だけっていうのもこれ不思議ですよね、なんでなんですかね、こんなに日本だけオリンピックを神聖するっていうのは電通のせい、それとも歴史、まあ、歴史かな。あと、やっぱりほら、島国で、うん、ね、まあ、それをそう言っちゃえばアメリカだって島国じゃねえかっていう。まあ、でかい島だからね、あれは。ちょっと巨大すぎちゃってさ、うん、国内一歩も飛行機がないとできないみたいなところ、うんうん。まあ、歴史的に、やっぱりあれじゃない、まあ、戦争に一回負けて、うん、一旦、その国際社会から、隔絶、うん。そうですね、うん。で、まあ、東京オリンピックを機に国際社会に復帰したと。うん、とは言いつつ、やっぱり島国で、うん、未だにその、海外からのその、移民は受け入れない、ね、うんうんうん、姿勢を保っていて、で、やっぱりこの、非常にこの、日本人は日本人同士でないと理解し合えないみたいな、うん、そういう保守的な思想が強い、うんうんうん、でそうすると4年に1回なんかパーッと開けて、うん、なんかいろんな国の人たちがごちゃごちゃごちゃってなるところがすごくいい場所に見えてるんじゃないかな、うん、やっぱり、うん、でもね、そんなのヨーロッパの人からしたら当たり前だしね、まあそうですね全部地続きだからさ、うん、黙っていてもみんなやってくるわけだね、うん、むしろ来んなっつってもやってくるから困ってるようなぐらいなのにだからちょっと、まあ、日本の場合あとやっぱりこの西洋への憧れみたいなのは永遠にあるじゃない、うん、未だにね、確かに、うん、だからなんかこう神聖化、うん、っていう感じはするよね。いやー本当に、まあね、うん、ホワイトハウスではトランプさんのせいでクラスターが発生して、どん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 陽性反応が出ている中で、で、中国はウイグルの人権問題があって、世界中でもう広がっていて、果たしてこれで大丈夫なのかと、本当に。うん、ね、いや、東京、もうウイグルの問題でね、五輪を辞退すると、ボイコットするというふうな人たちが、まあ、出てくるとですね、当然じゃあ別に、東京オリンピックは2021年にやったら、北京は2022年ですかね。うん。2022年の1月だから。うん。だから半年ない。半年ぐらいしかいけないの。うん。うん。うん、そう。で、これがなんかね、2024年のオリンピックですっていう、パリでしたっけ？うん。とかの話だったらまだしも、すっごい直近ですからね。そう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 。うん。だから、
まあ、中国にとっちゃ迷惑でしかないよね。うんうん、まあ、でもそれは、誰にも文句言えないから、しょうがないんだろうけど。うん、まあね、この中国のウイグルの問題っていうのは、私はあんまりニュースを、この、まあ日本語のメディアでしか見てないので、まあ一回その中国のメディアでどんな反論がされているのかね。これはちょっと興味のあるところではありますけども。まあでも。まあね、うん、別に特にそんな言われるような、うん、人権の抑圧はしていないと。うん、あくまで、いわゆるこの、中国全体の、うん、にためになるような教育をしているに過ぎないみたいな、うん、まあ、そういう言い方だよね、うんうんうん、まあね、日本も占領してた頃はそういう言い方してたからな。そう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 、うん、だからそれはもう、なんていうんだ、まあ占領、まあ、中国は今占領してるわけではないけれども、まあでもそのやっぱりニュースとか見てるとね、うん、まあ、ちょっととんでもないことやってるわけじゃないですか。うん、だって、そういうその思想改造をするために、収容所に入れて、で、朝から晩まで中国語しか喋っちゃいけないようにするとかね。うん、まあ、あとやっぱり、その言うこと聞かないやつは懲罰房に放り込むとか、うんうんうん、まあ、かなり暴力的なこともやってるわけでね。それは結構厳しいよな、この時代に。そういうことが。まあ、ね。ね、やっぱりもう全世界に、ツイッターに上がれば全世界に一撃で伝わっちゃうからね。うん。まあ中国はほら、国内ではツイッター禁止してるから。うん、ウェイポーです。ウェイポー。ね、うんうん、ウェイポーがあります。そうですね。ツイッターの代わりはね。うん、まあそれでも、まああんだけ人口がいりゃさ、うん、ツイッターなんかなくても、うん、十分それで採算が取れるというね。うん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 、まあだからな、ちょっと結構厳しい感じがする。だからその、さっきも言ったけど、まあでも結局、うん、そうは言っても、それで、じゃあみんなね、なんか、じゃあ、いがみ合ってればいいのかっていうと、もちろんそうではないんだけれども。うん、ただそこの、なんだろう、折衷点っていうか、うん、そこの部分、で、人権意識っていうのは非常に高まっているからね。うん、だから多分欧米はそれを無視できないだろうなっていう。うん、そうですね、うん。うん。で、それはあともう一つは東京オリンピックで、なんかまあ、政府がまた狂ったみたいなね、うん、ウィズコロナとかって言って、今いろいろやろうとしてるけど、うんうん、それに対してだって、海外に、のその政府関係者からね、うん、こんなお前そんなこといくらその机上の空論やるって言われたって、うん、そんな危なっかしいところに政府選手送れないよって言われる可能性も十分ある、ね、当然そうですよ、まあ、うん、ていうか、まあウィズコロナ五輪とか気が狂ってるからね頭おかしいんじゃねえから一言で終わりだと思いますけど、うん、だよね、うん、そうなると、まあ、まあ、ボイコットっていう言い方はしないかもしれない。うん、まあ、やっぱこの選手の派遣はちょっと見合わせますみたいなね。うん、っていう言い方になるかもしれない、うん。そういう国が出たって全くおかしくはないわけですよ。うん、いや、まあ、さらに言うと、その、最近のニュースで、ロッテ。うん、野球選手のロッテで、まあ、感染が出たじゃないですか。うんうん、ね。で、これなんて言ったらいいのかな、スポーツ選手って、感染したら、もうマジで死活問題じゃないですか。うん、そう。ね、まあ、重症化するしないとか関係なくですよ。そもそも普通の風邪ですらダメなわけですよね。うん、ね、それはだって普通の風邪すらシーズン中に引いちゃったら、おいおいと、勘弁してくれよと、自分の年収に直結するわけじゃないですか、パフォーマンスとかに。で、これだけ厳密なその管理を行ってるはずの、まあ、ロッテとか、そのプロ野球の選手ですら起きるっていうことは、ねえ、防げないんじゃないのって思いますもん。そうだよね。
そのオリンピックの最中で選手を隔離だうんたらかんだらとか言うててもさ、うん、うん、それはそうよね。でそのどうやったってオリンピックってそのいや選手はじゃあ徹底的に隔離すると、うん、あのボランティアとかがいるからね、うん、じゃあボランティアどうするのって、ボランティアも隔離するのってね、うん、でボランティア隔離するためには宿泊所、うん、食費、うん、あのピョンチャンオリンピックみたいにさ、うんうんうん、全部用意しなければならないけど、そんなのだって10万人分いきなり用意できるわけがないし、っていうか金かけたくないんだから、あのそんなのまた金がかかる話になるわけじゃない結局。だからボランティアとかが結局会場を、まあ、その整備してるわけだよね、うんうん、でその人たちも徹底的なそのコロナ対策やるとかって言うだろうけれども、うん、それはでも選手みたいにはできないし、それにボランティアは仕事が終わったら家帰るわけです、うん、じゃあその家族も含めて徹底的にやるなんてできるわけがないんだよね。ちなみにあのピョンチャンオリンピックで2018年のやつですか？さあ、あのさあ、あのその時はなんかあのあったんですか、そういうその全部やるっていうのは。ピョンチャンオリンピックの時はなんか全てのところでっていうのは。いや、そうよ。あ、そうなんですか。へえ、知らんかった。あの、なんだっけ。ボランティア。うん。対してだよね、ええ。ボランティアは、結局まあ、あそこはね、ピョンチャンっていうところで、うん、まあ、ものすごいやっぱ雪が降って、すごい寒いところ。ああ、そうなんですね。あるようなところなんだよね、うん。だから、あの、ボランティア、いちいち返して、また戻してってことはできないから。ああ、そんなに寒いですか？そうそうそう。だから、だからっていう理由もあるんだけども、うん、一応ちゃんと、ボランティア専用のホテル。うん。があって、うん、でそこにあの3食ついている。なるほどな。うわ、だから本当だ、あの2月開催された2月の、最低平均気温マイナス 10.9 度って書いてます、うん、そうでしょ、うん、なんか半端ないとこだったわけですよ、うん、まあ、冬季オリンピックだったね、うんうんうん、まあ、それで、やっぱりもうそこに参加した人たちの話を聞いてると、うん、要するにそのオリンピックやってる間、うん、その前後ね、前後。うん、もう、あそこにいれば、うん、パラリンピックもやったのかな、うん、パラリンピックもやったと思うんだけど、だから、それ、両方ともやったら1ヶ月ぐらい、そのホテル住まい。なるほど。で、食事全部出るから。うん、で、だからもう一切自分の金を払わなくてよかった、ね。へぇー。すごい。うん。ちゃんとそういう。そうそう、ちゃんとそういうことやってるわけ、うん。で、やってんのに、それを日本では全然言わない。うん、で、いやいや、ボランティアには宿泊も、交通費も、うち払、オリンピックの場合払わないんで、嘘ついてるわけじゃない？ピョンチャンオリンピックの時は確かにボランティアに実際のお金を払われなかったけども、宿泊代と飯代は出たっていうことですよね。うん。しかも飯代3食、ね。うん。うん。だからそこにいれば、うん、何不自由なく暮らすことができた、うん、いうことなわけですよ。今私調べたんですけど、ピョンチャンオリンピック開催費用1兆円だって、うん、なんでそれよりも高い日本のオリンピックでお金がこんなに悪いのかって、もう どっかが取ってるだろう絶対としか思えないよ、ほんまに。これは電通様が取ってる、ね、本当に、ね、うん、まあだからそれでそういうふうにボランティアも全部隔離してるっていうならね、うん、まだ少し。そうですよね、うん、まあ、ただ、それはそれでまたそこでクラスターが発生する可能性もあるけど。そう、うん。だけど、今、東京オリンピックは実際そういうことはしない。うん、絶対できなくはないけど、うん、金かかることは極力しない、うん。だって簡素化するって言ってるわけだから。うん、絶対しないじゃん。だから、選手だけを隔離して、じゃあ選手だけで、オリンピックではできるかって言ったら、これできないからね。いや、それは無理ですよ、もう、うん。ボランティアいないと。ボランティアがあらゆる、この、下働きをするわけです、うん。で、もし無観客にしたとしても、うん、
最低限のこの、なんていうの、あの行事の進行役として、ボランティアって絶対必要だからね。で、そうすると彼らから持ち込まれる可能性っていうのは当たり前だけど、いくらでもあるわけで。だから結局ね、あの、机上の空論だって言ってるのは、その選手に専用車つけるとかさ、もう日本に滞在中は誓約書書かせて、あの、六本木とか吉原に遊びに行かせないとかね、そういうさ、そういうさ、選手にはね、100歩譲ってそれできるかもしれないけど、大会関係者にはそれできないからね。できないね。で、そこから持ち込まれて、で、すごいこの、なんていうか、まあ、選手村にはさ、選手って一番、あの、選手と関係者入れて、だいたい1万4、5千人から2万人って言われてるわけで、それで持ち込まれりゃ当然クラスター爆発とか起きる可能性あるもんね。だからこれはオリンピック、やっぱりもうね、どう見たって無理なものをやろうとしてるわけで、まあちょっとありえない。いつ白旗かっていうね。ね、本当に。ただまあその森とかが、まあ先週はね、静かだったよね、森さんね。特に発言なかったけど。なかったね。はい、先週はね。でもなんか外に出てくると、絶対やれる、絶対やれるっていうのは、まあ、あとスポンサー対策っていうのもあるけどね。まあ、ありますね。スポンサーはもう早く辞めたくてしょうがないわけでね。だけど、今辞めてもらうと、例えば一社名のあるところが辞めると、もうね、事態ドミノが起きる。いや、そりゃそうでしょ。みんな辞めたいと思ってるよ、正直。ね。だってさ、無駄金なんだからさ。まあ、やめてっていうかさ、つまり、追加のお金ちょうだいって、今言いに行ってるわけじゃん。追加のね。来年分のお金ちょうだいって、言いに行ってるわけで。それで、多分、途中で中止になってももう返さないよっていう、そういう条件だよね、きっとね。だって、返すよなんて言っちゃったらさ、一回懐に入れたやつもう一回ほじくり出さなきゃいけないわけで。しかも使ってるしね。そう。もらったものを電通様が返すわけないじゃん。ね、話だから。それはみんな二の足踏むよね。やっぱりね。だって、来年必ずやりますから追加で少しとも言えないもんね、今。いや、それは、組織委員会は言ってるんだよ。言ってるけど、いや、電通としては、いや、本当かよって。本当だなって。じゃあ、お前、来年開催されなかった分は、開催されなかったら返すんだなと。返すんだったら払ってやるぞって。それは無理。なんでだと。絶対やるんだろ、だったらいいじゃないかって。言っても。絶対やるんですけど、でも考えてみてくださいよ。絶対ね、これは絶対にやります。来年絶対やるっていうことで、ここにケーキがあります。そのケーキを、絶対やるんだけど、絶対やるんだけど、とりあえずケーキを食べます。そしたら食べちゃったら返せませんよね。意味がわからない。全然意味がわからない。そんなことを多分言ってると思う。で、そのいただいたお金で、来年7月まで走る予定なんですか。頑張るのか。でも、一回食べちゃったものはエネルギーになっちゃってるんで、お金にして返すことできませんよね。意味がわかんないっす。いや、もう電通って多分ね、そういう話してる。謎すぎるわ、本当に。そういうふうな話をしてね、適当に煙に巻いて、で、最後は、オールジャパンでなんとか頑張りましょうとかって。これを乗り切りましょうみたいな。はぁって感じある。オールジャパンでとかって言うけどさ、これはスポンサーはね、オールジャパンでって言ってお金出すけど、電通一文も出してないから。なのに、なんかまるで自分もオールジャパンの一員みたいな顔をして、お金ちょうだいって言いに行くのが電通の仕事なんですね。
そこでね、勘違いしちゃいけないんだよ、うん、別にスポンサーは金出すから大変だけど、うん、電通は金出さないんだからさ、ねえいやむしろ儲けてる。あ、そうそう、もちろんもちろん、金もらう側なんだね、うん、うん、いいな、どうよ、で、どんなにみんなが苦しんでいて、うん、でもうスポンサーがさ、しょうがないな、出したくないけどさ、じゃあまあ、しょうがないから、じゃあ、って言って、なけなしのね、例えば5億円とかを払ってもらって、うん、でも電通の取り分は平時と変わらないから。だったら、うちも、うちの取り分 5% ぐらいにしときますとかって、そんな会社じゃないからさ。うん、じゃあ、ありがとうございます、ごちそうさんですって。ごっちゃんですって言って、そこから 20% か 30% ってごそっと抜いていくわけでね。うん、いいな。まあ、いい商売ですよ、ね。いい商売だよ、本当に。うん。ねえ、なんか自分も一本のために頑張るみたいな顔をしてるけれども。うん、まあ、そんなもんですよね。そんなもんですよね。うん。うん、ほんとな、まあな、もうだからもう、その、コロナの問題も大きいし、うん、で、北京はさらにそこに政治的な問題も乗ってくる、うん、でもなんかこう人権問題って政治問題なのかってね、うん、それよりももっと根源的な話、うん、うん、それはその自由主義なのか何なのかというよりもはるか前の話だよね、うん、まあでも結構その日本人って正直人権嫌いじゃないですか、結構嫌いな人多いですよ。ほら、カルロス・ゴーンが、逃げた時に、まず最初に法務大臣がめちゃくちゃなことを言って、これやべえわと思って逃げたのに、逃げたカルロス・ゴーンがひどいっていう。あれは法治国家として、うちは中世ですって宣言したのに、逃げたカルロス・ゴーンの方が一方的に叩かれてましたから。まあ、いやまあ、弁護士の人とかはね、いや、あれはちょっとひどいでしょ、みたいなことはね。こう言ってましたけど、第 99% の国民はカルロス・ゴーン憎しぐらいの勢いでしたから、まあそう考えるとなんか人権とかあんま興味ないかもしれない、日本人は。それじゃダメなんだけどね。うん。なんかね。うん。まあ、おかみがさ、うん、おかみが、殺さず生かさず程度にね。うん、うまくやっていただけるんであれば文句ありませんっていうのは、大体日本、うん、まあ、そういう日本ですからね。人権意識ね、うん、まあ、大体そういうもの、うん、うん、まあ、人権とかよりも日々のご飯の方が嬉しいっすっていうところはあるからな、うんうん、ね、だからほら昔は言われたじゃない、日本っていう国は、うん、最も成功した社会主義の国、うん、ね、ずっと言われてたじゃないですか。なんかますますそれが強くなってきた気もしますけどね、本当に。うん、本当は日本は社会主義なんだってね。うん、だからコロナ対策だってうまくいくんだと。うん、うまくいってんだかどうかわかんないけど。まあでも、アメリカの状況とか見てると、ホワイトハウスとかで今回クラスター発生したの見てると、マジでマスクをしてなかったんで。うん、で、さらに土密。うん、だったんですよ。なので、うん、まあそう考えると、仕方ないのかなっていう。ね、彼ら、あれで自由に、の意思を持ってですね、自らの権利を主張してマスクをしなかったわけですから、まあ日本がこの、なんか人権意識とかあんまりなくてですね、お上が言われたから自由とか責任とか関係ないよ、お前。マスクしろっつって、しないやつね、石投げんぞっていう文化だから、もしかしたら本当にあんまり感染が広がってないかもしんないよ、と。そうなんだよね。うん。わかんないね、これは、本当に。うん。だって、コロナのに関して、一番コロナ対策に関して成功して、かつ経済を上向きにしたのは、民主主義国家とは到底言えない中国ですからね。そうそうそう。まあ、やっぱあの国はね、うん、あの国、やっぱりそういうところでは強いっていう。うん。うん、まあだってさ、あの武漢だって一体何人死んだんだかなって、本当のこと言ってんだか嘘なんだか全く分かんないもん。分かんないね。うん。で、武漢のあのことを書いた、ほら、中国人の医者の、うん、ね、本なんか中国で発禁になっちゃって。うん。で、しかもそれを、
ああいうものを書くやつは国辱だとかさ、うん、まあ、そういうのでも相当叩かれてる。ボゴコスカに言われてましたからね。ね、ね、言われてる。そういう恐ろしい国があって、うん。本当怖えよなって、うん。ちなみにこれって、どれぐらい繁栄という、影響しますかね。イギリスがね、この中国はボイコットした方がいいんじゃないかっていうふうにこう言い出したっていうことって、まあ、結構なインパクトだと思うんですけど、うん、実際のところどうなんだろうな。どれぐらいその東京オリンピックに影響、まだ読めないですけども、あるとしたらやっぱりすごい、まず皆さんに覚えておいてほしいのは、日本の東京オリンピックが2021年に、夏にあるわけですよね。それでから冬季オリンピックが2022年の1月にあるわけですから、うん、超近いわけじゃないですか。まあ半年ぐらいしかない、うん、うん、半年どころかもう準備とか考えると 3,4 ヶ月後ぐらいの勢いですもんね、うん、うん。そう考えたらな、これかなり影響あるんじゃないかなって思いますけどね、うん、うん。森さんとかこれに関してなんかコメントするんですかね。無視かな。いや、東京オリンピックが終わるまでは無視でしょ。そ、終わるっていうのはちゃんと終了するか、中止になって終わるか、どっちかですよね。うん、とにかくそっちが終わるまでは、うん、もうそんなほら外交国外の話は関係ない。もうどうでもいいと。どうでもいい、うん。とりあえずとにかくやれればいいかな。うん。うん、だから、来ない国、うん、あんな、まあ、欠席するような国はほっとけと、うん。うん。そういうところはみんなほっといて、うん、集まるところはとにかく集まってやりゃいいんだと。うん。うん、で無観客、もう、だから多分もうね、最終的に彼らが今言ってることは、うん、とにかく何でもいいからやれればいいっていうね。うん、開催の自己目的化なので、うんうん、だからもう本当、いくつもの国がけ、ね、欠落しちゃって、うんうん、あとさらに、あれが、もう無観客になったとしても、うん、まあでも関係ないのよ、うん。やれれば。やれればやったって言い張れるからね。うん、で、だってそれで大赤字になろうが何しようが、だって全部税金で埋めてくれるわけだから、うん、なんら、躊躇する必要はない。うん、っていうふうに多分思ってるよね、きっとね。いや、そうでしょうね。うん、だってもともとチケットの売り上げなんてさ、900億円しかないんだからさ。うん。うん。別に払い戻そうが何しようがさ、うん、関係ないじゃない、だって、うん。3兆円かかるところで、チケット代は900億円なんてさ、そんなのはね。そう。足しにも、足しになってんだかなってないんだから。まあ、だって全体の何 ?3%?か、うんうん、まあそんなことよりもちゃんと開催されてね、鹿島建設じゃないけどガッポガッポ懐にこう入れることの方が大事ですからね。そうそうそう、うん、原発の復興のやつで、ね、キックバックもらってたって、あれ絶対オリンピックやってると思うんだけどな、うん、俺オリンピックの場合は体制建設、うん、いや体制以外でもさ絶対何かしらのバックはあると思うんだけどな。いやあるよ、これは、うん、間違いない、ね。まあ、朝日新聞もそのまあその復興のやつを叩くのもそれはいいんだけど、いやオリンピックあなたスポンサーですよねっていう朝日新聞さ、オリンピックの件もうちょっと叩いてくださいよって思うわ。スポンサーやめないんだよね、もうね、うん、あんな批判するんだったら、うん、じゃあもうスポンサーやらんっつって。そうそう、っていうかほら、まあ、延期になっちゃって、うん、これ以上の出費はできないんで、スポンサーやめますっていうの、うん、別に悪い話じゃない。うん、だからね。あとはゴミじゃなくて、読売さんにお任せしますと、うん。ね。やっちゃえばいいんですよ、はっきり。うんうん、それをさ、また何全社契約延長とか言ったら、もうただのバカなんじゃない。いや、本当に。うん、意味ないって、そんなの。だって少なくともバッハさんはさ、オリンピック中国のやつも開催って言ってるわけじゃないですか。うん。ねえ、でってことはあれ人権問題についてどうなったんっていう。
そういうのを、そういうオリンピック委員会を、日本は支持するんですかっていう話ですからね、これ。そうね、東京オリンピックは、IOC、国際オリンピック委員会と一緒にやって、で、東京、北京オリンピックは違う団体ってわけじゃないからね。どっちも同じ大元で、で、これだけ人権問題がね、まあ、中国メディア私見てないからどういう反論してるか知りませんけども、まあ、少なくとも英語圏では問題になってるわけじゃないですか。うん。で、それに関して、中国ボイコットだとイギリスの外務大臣が言い出し始めたと。で、IOC はそれでもまあ今のところは、いや、やるんだって言ってるわけじゃないですか。じゃあ何？同じ穴の無人ですか？っていうふうに。思われちゃうよ、これ。思われちゃう。うん。うん。まあ同じ穴の無人だけどね。うん。いや、まあ、金儲けのために、世界中をダマクラ化してやってるわけです。うん、でもそういう視点で見られちゃいますよね、日本だって。オリンピック、中国の、やつを賛成する IOC と日本は仲いいのかなっていうふうに、ん、何かしらそのこう発言とかした方がいいと思うんだけどな。そうね。うん。うん。まあでもね、そんなこと言ったら、やぶへびってやつですからね。多分日本の政治家こう。今中国のせいだから。こんな感じでやるんだろうけど、まず期間が、東京オリンピック終わった3ヶ月、4ヶ月後ぐらいに、もう実際準備も始まる北京オリンピックのことだし、で、かつコロナがじゃあ終わってるのか終わってないのかわかんないし、で、他にもそういう人権意識的な部分も含めて、多分これは、東京オリンピックには何かしらの影響があるはずだし、うん、何かしらの発言をしなかったら無視かよっていうことで、私は問題だと思うんだけどね。うん。そう。はい。これに対して発言をしないっていうことはちょっと、うん、まあ多分もうありえないだろうなっていうね、うん、感じがするよね。そうですね。うん。これで本当に発言しなかったら、マジで金の亡者っていう、本当に。いや、そうなんですけどね。そうなんですけどっていう。で、まあ、さらにもう一個はロッテで集団感染が出て、この前阪神でしたよね。ってことは、そのプロ野球の選手っていうのはもう、年収に関わるからさ、かなり重要なことを考えるわけですよ、健康管理。それでも無理なんだったら、もうオリンピック、プロ野球の選手は感染しちゃったんですけども、オリンピックの選手は大丈夫ですとか、いや、それは無理。理屈が通らないでしょう、ということで、もうかなりいろいろなニュースを見てる限り、オリンピックに関しては、問題であり、さらにイギリスの外務大臣がこういうことを言ったっていうことで、今後もね、この動きに関してはちょっと注目していきたいなというふうに思います。本間さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。これでも本当に日本の新聞社がどう報道したかっていうのはちゃんとチェックした方がいいです ね。 そうね。今取り上げたのはロイターだけだったんで。そうそう、はい、うん。まあ、ロイターが今日の朝配信しましたから、日本の新聞社、特に朝日、毎日、日経、読売、このあたりね、産経もそうですけども、スポンサーになってますから、どういうふうに取り上げたのか。これ無視だったら、いくらなんでもひどいぞと思いますけど。はい。まあ、そんなわけでね、こういうふうに、ニュースを見る視点とか、内側とかまで話をしていく番組ですので、まあ、よろしければチャンネル登録といいね、お願いいたします。本間さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。